こんばんは、パーソナリティの小林美樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。あの先日フェイスブックに上げたんですけども、はい、あのシェアリングエコノミー検討会議っていうのがですね、うん、今政府でやってまして、はい、どういうことでしょう。ですね、あのシェアリングエコノミーっていうのが、まあ、最近世界中で、流行ってるというか、まあ、出てきてるというか、っていうのがあって、なんか知ってます？シェアリングエコノミーのサービスって。わかりません、何でしょう。よく言われるのはあのウーバーって言って、はい、あのタクシーの代わりに、その例えば平野さんが車を運転してて、うん、私今日午前中暇だわってなったら、うん、ちょっと運転手しようかしら、あみたいなのが、まあ、できちゃう、そのサイトに登録をしておくと、はい、まあ、車に乗りたい人がこう ここにいますって GPS ですね、指示をすると、まあ、車が迎えに来てくれると。でその車の運転手さんはタクシードライバーじゃなくて、一般の主婦の方がやる場合もあるし、まあ、タクシードライバーがやる場合もあるし、みたいなのが、まあ、海外ではやられていたり、あとは Airbnb といって、あの空き家とかですね、自分の持ってるマンションなんだけど、まあ、普段住んでないんだみたいなところを、まあ、一泊数千円でこう貸しちゃうみたいなですね、まあ、いろんな定義があるんですけど、要はインターネット上で自分が持っている空いた資産と人をマッチングをして、でそこでサービスを提供するっていうのが、まあ、基本的にはシェアリングエコノミーという考え方でして、でこれはまあいろいろ問題もあって、まあ、本来、ね、タクシー運転手さんっていうのは厳しいこう免許制度があって、そうですよね、そうなんです、なのにいきなりこう、ね、普通の人ができていいのかっていう問題があったりするんです。そうそう、保険かけるときにまたそれ用の保険かけとかなくちゃいけないんじゃないかなと思いました、はい、今ね。そうですよね、自分がもしするんだったら。あ、そうです、もし自分がやるんだったらとかですね。なのでその本当にいろんなあらゆるものがあって、なんかタクシー業界とぶつかるものもあれば、さっきの Airbnb だと旅館業界とぶつかると、はい、で一方でですね、全くぶつからないサービスもあったりして、何でしょう、空きっぱっていうサービスがあってですね、はい、これはあの登録している街中の駐車場、それは民間の私の家の駐車場でもいいんですけど、はい、でコインパーキングでもいいんですけど、登録してある駐車場をネット上から予約ができると。いいですよね、どこの駐車場が空いてるか分かんないけど行くって辛いじゃないですか。そうです、そんなサービスあって、これは別にどこかのサービスと競合するわけではなくて、これいいですね。いいですよね、はい、あとはフーバーっていうサービスもあって、はい、これはですね、まあ、若干ガイドの人と重なるんですけど、はい、外国人の方が日本に来たい、うん、でもその時に日本語喋れない、ガイドさん欲しい、うん、でもガイドさんどっから探したらいいんだろうっていうので、それに一方で英語を勉強したいと思っている、多少英語の喋れる、例えば学生さんとかボランティアの方をマッチングする、そういうサービスも実はあるんですね。でこういうものっていうのがすごくあらゆるものに出てきているの で一方でその問題があるんじゃないかとか、まあ、個人でね、アマチュアがサービスするのは大丈夫かみたいなのがあるので、一個一個法律を制定してるともう大変なことになっちゃうんでですね、まずはどういうふうにすると、まあ、安全に使ってもらえますかね、でサービスする人も新しくベンチャーとして作れますかねっていうのですね、ルール整備をしたっていうのが、まあ、今回 そのシェアリングエコノミー検討会議の中での議論で、今回中間整理っていうのが出まして、はい、でまずはそのシェアリングエコノミーっていう授業をやる人は自分で法律をちゃんと読んで、自分たちの授業はこの法律に基づいてやってるから法に触れないよっていう根拠をまず持ってサービスやってくださいねと。でその上で何か規制とぶつかっちゃうことがあったら、 ぜひあの行政に相談してくださいって、ここの窓口に相談してくれると、その規制のグレーゾーンみたいなところ、はい、本当はいいのか悪いのかちょっと分かんないから、うん、アメリカの事業者っていうのはですね、その時はですねまずやるんですね、で怒られたら法律変えるか自分たちの事業変えるかなんですけど、まあ、日本の事業者っていうのはみんな真面目ですから、はい、そうですね、誠実です、そうグレーゾーンはやらないってなっちゃうので、まあ、その分新しい事業が出てこないっていう問題があるんで、はい、グレーゾーンがあったらもう相談してくださいと、それが白か黒かっていうのをきっちり判断しますよと行政が、はい、でもう早く判断してやってもらう、でそれでもダメだったらもう規制改革会議っていうところにあげますから言ってくださいねっていう形で、なるべく事業者が自分たちで、ルール整備をしながら新しい事業ができるようにっていう整理をしたというのが、まあ、今回の成果ですので、ぜひあのそのシェアリングエコノミー検討会議というのやつをですね、資料を見ていただけると、あ、こんなサービスあるんだっていう気づきもありますし、はい、あ、なんか新しいことやろうと思ったらこういうところに相談すればいいんだっていう窓口も書いてあったりするので、ぜひあの見ていただけたらいいかなと思います。なんか時は金なりみたいですね。あ、そうですね、なんかこう
なんだろう、暇してるものって実はお金に変わったりとか、まあお金だけじゃなくて価値に変わるっていうのがあったりするので、はい、あの短時間の保育受けたりするサービスもあるんですね。あずママって言って預かるママ。ありがたいですね。うん、で SNS 上でみんなから。でもね言葉が。そう。そうなんです。わかりやすいからなんでしょうね。そうなんです。これは面白くて、まあ、顔見知りのお母さんたちが SNS でネットワークになってて、1時間だけあのうちの子預かってほしいのって言ったら誰かが預かってくれるっていう。もうこれ全国で展開してるんですか？あの、ものによります。あの都市部でしかやってないものもあれば、あの地方でだけでやってるものもあったりします。そうなんですね、はい、じゃあこれからますます注目度がアップですね。そうですね、上がります。あなたもどうぞ、まあ、ネットでね検索をまずはしてみてください。そうですね、シェアリングエコノミーっていうので見ていただけると結構面白いですから。あの Airbnb 地元で福山でやってらっしゃる方 3,4 人私知ってます。あ、そうですか。友の空き家を使ってとかってすごい外国人の方いっぱい来てるんですよね。あ、そうなんですね。はい、はい、コミュニケーションもできるようです。どうぞ、あ、自分もやってるよ、こんなサービスもあるよっていうことをまた教えてください。メールアドレスは devan@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 0849208765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオを聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧になってください。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は BWITS 会長の田村明宏さんをお迎えしています。田村さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、田村さん会長を務めている BWITS、はい、私は知ってますけども、なかなか皆さんも知らないと思うので、どんなグループかちょっと教えていただいていいですか？はい、この BWITS はものづくり企業5社による、男性晩婚解消プロジェクトというものでして、当初5社で幹事会、10名からスタートしております、はい、で、その後、女性の多い企業を、どんどん加入しておりまして、現在参加企業が16社となっております。はい、ということでこれものづくり企業5社っていうのはどこなんですか？はい、こちらはですね、アドテックプラズマテクノロジーさんと、私が在籍しておりますキャステム、それとフォーコス、あと安田工業でローテとなっております。はい、優秀なビンゴを代表するものづくり企業が集まってますけど、ありがとうございます。これもともとあれですよね、あの、はい、ワザワングランプリの仲間ですよね。はい、あ、そうです。子どもたちにものづくり あの楽しさですねを教えていこうということで活動している、ワザワングランプリ、そこから、どん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 発展してきまして、こういったのに行き着いております。ワザワングランプリって何年ぐらいやってるんですか？前回が9回目で次回が10回目、10回目でした、10年目になります。そうですよね。いや、この事業は本当に、はい、あの素敵だなと思って、あの、ね、各社の社長さんが集まって、はい、ものづくりをこう楽しんでくれる子どもを増やすんだって言って、はい、毎年あのベーゴマやったりとか、はい、紙飛行機飛ばしたりとか。あ、そうです、やってますよね。はい、去年だからビッグローズでしたよね。はい、今度は多分リデンローズですか？どうですかね、同じところで多分やるとは思うんですけど。じゃあビッグローズか。あー、ちょっとまだあの決まってないんです。そうですよね。で来年、毎年場所を変えて。そうなんです。で来年はまた1月から3月ぐらいの間で開催すると思いますので、はい、またよろしくお願いします。でもその仲間5社が集まって、はい、なんでこの婚活というか、はい、晩婚解消プロジェクトっていうのを始めたんですか？はい、これは当初ですね、このわざわんに参加してくれてるスタッフ、ボランティアスタッフなんですけど、そちらの方にやはりものづくり企業なんで男性が多いと、はい、でその後打ち上げとかやっていくんですけど、やっぱり男性ばっかりになってるし、でその中でやっぱり結婚したいなって思う子がたくさんいるんですけど、なかなか結婚できるチャンスがない、はい、まあ、従業員やはりあのものづくり企業だから男性が多いので出会うきっかけがないんですよね。そういったので、この5社の社長たちがよし任しとけと、はい、でいうことで、そういった出会う機会の場を作ってやろうと、わしが作っちゃうと。あ、そうそうそう、いうことになった、ということで始まりました。でもじゃあ女性は女性の多い企業さんに協力してもらうっていうのは必要だと思うんですけど、はい、今どういうところが？今ですね、福山市医師会を通じてとかですね、はい、あと直接もあるんですけれど、その医療関係でありましたり、はい、あとは保育、
はい、あとは教育、そしてアパレル関係ですね、そういったところの女性の多いところですね、あと商業施設、そういったところにまずは参加していただいてます。でおかげさまで男子と女性の比率が今トントンというよりかはちょっと女性が多くなりまして。登録しとくんですか、それは。なんかそうですね、サイトかなんかに。はい、でこれはですねサイト等々はありませんので、はい、直接幹事会の方に、まあ、私が属してるんですけど、そちらの方にご連絡いただくようになるんですが、入会申込書を送っていただきましたら、はい、それで登録となりまして、はい、企業単位で参加していただくようになります。なるほど。じゃあ参加したい場合は、はい、企業として参加したいですということを表明していただいて、はいはい、そうです。でそこからそのメンバーがこう、はい、集まってというか申請をして入っていくと、はいはい、こういうことなんですね。はい、でも特徴あるんですか、なんかこういろんな婚活事業ってあるじゃないですか、はい、そういう中でいくと。そうですね、うちの会が他のところとちょっと違うところは企業単位でしかやってないんです。ですからこの一元さんっていうのをやってなくて企業単位での参加となっていきます、はい、で女性が参加しやすいようにやはりそういうふうにお勤めになっているところから のまとめて参加します。例えばキャステムであればキャステムで男性何人女性何人参加しますということを幹事会におっしゃっていただくだけなので個人情報とかもいただかないですし、で安心して女性の方が参加できるようなシステム作りをしていってます。会の運営でも何か特徴があるんですか、はい、会の中の運営、はい、そうですね、まあ、幹事会はみんな幹事もみんなそうなんですけど、独身を中心にやってますので、そういった形で、まあ、幹事もみんな参加型でやっております、はいはい、あとなんか一緒にボランティアもやったりする、はい、はい、ボランティアもやってます。駅前、まあ、福山市 の産業振興課を通じてですね、駅前の活性化を含めてですね、駅前でやってるその商店街さんとか のお祭りとかイベントとかありますよね、はい、そういったのにボランティアで参加してさせていただいて、そういったところで文化祭の実行委員会みたいな形で、何かを一つやり遂げた時の達成感でのつながりとか、はい、そういったのとかもいろいろやってたりします。確かにただその出会うでお酒飲む、はい、だけじゃなくて、はい、なんか一緒にやることがあるっていう方が、はい、仲良くなるきっかけになりますね。そうですね、やはり達成感、まあ、苦しみっていうのもあるのかもしれないですけど、いろいろこう試行錯誤しながらやった後の達成感を感じるっていうのはやはり吊り橋効果じゃないですけどそういったのでさらにこうお互いが魅力的に感じたりするものですね、はい、で、まあ、普通であればその婚活とかで出会って数分間のうちに、まあ、決められたマニュアルみたいな形、まあ、面接みたいな感じですよね。で自分で作っていた内容をこう喋っていくっていうようなことしかできないですけど、こういったイベントを通してやることによってその人の本質っていうのが見えたりとかするものなので、まあ、表だけじゃなくて内面まで好きになっていただくことも可能なんじゃないかなと感じています。なるほど、ね、思わず自分が出てしまいますよね、はい、そうですね、その行動に、はい、この人優しいわとか、そうですね、気が利くわとか、はい、まあ、パッと自分から進むタイプであるとか、はい、こうなかなか進めない自分がいたりとか、うん、そういったのとかも、まあ、女性はやっぱり見てますから、ね、そういったところで あの人いいなというようなこともあり得ります、うん、どういうとこ見るんですか、平野さん、女性は。そうですね、独身の我々にね、平野さんも独身なんですよねはい、そうです、はい、アドバイスを。礼儀正しいかどうかから始まりますよね。全ては挨拶から始まりませんか。あ、そうですね、はい、それありますね。ちゃんと目を見れる人なのかどうかというところもありますよね。もちろん社員っていうのがあるかもしれませんけど、でも一瞬でも目を合わすことができないとやっぱり分かり合えないような気がしますし、で相手の話をちゃんと聞いてくださる方かなっていう、はい、なんかこうただ相づち打ってるけど何もこう聞いてないっていうのではなくて、はい、ちゃんと心からこう返してもらえる言葉があるのかなとか、はいはい、見た目もそうですけどやっぱり内面っていうのを、はい、結婚となるとそこが重視じゃないですか、はい、そうなんです ね勉強になりました。性格もあると思います。性格もあると思います。もういろんなとこ見られてるんだろうなと思うよ、ね、いやいや今度は男性から女性を見てるのはどのあたりかなっていうのも聞きたいですけど、はい、そうですね、田村さんどうですか。そうですね、私は心遣いができる人が好きですね、はい、こうなかなか心遣いというのは難しくて、はい、で
あとあの気づいても行動に移さない人も中にはいらっしゃるので、そういったのを含めて気づいてその人のためにそっと動いてくれるような優しい人が好きですね、うん、ですって。ご飯たくさん食べれる人一緒に食べてて楽しいって言って、やっぱり普段仕事でね一緒にいれないこと多いと思うんですけど、やっぱり食事をするときって一緒の瞬間じゃないですか、それがこう楽しいといいなと思って、うん、はい、じゃあ作れる人でもあってほしいんですね。作れるのは私は過去あんまり作れる人と付き合ったことないんですよねそうです、そうなんです。じゃあそこはあまり、まあ、もう気にしない、もう最後はね外食しようっていうもうそれでもいいし、とにかく一緒に楽しく過ごせるっていうのがでいいかなと思うんですけどね、はい、ということです。それぞれのねポイントがあると思うんですけれども、はい、では、このあたりでちょっとブレイクです。ではここで田村さんのリクエスト曲をお届けしようと思います。クリス・ブラウンで Don't Wake Me Up をどうぞ。今夜は BWIZ 会長の田村明宏さんをお迎えしています。田村さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこう企業同士の出会いを、人の出会いを作っている BWIZ ですけど、はい、こうテーマがあるんですね。はい、従業員が地域に根付いて幸せになる、これをテーマに人と人で、人と企業、そして人と町のつながり、それが、輪になって U ターン応援もしております。 U ターンの応援まで、はい、やると、はい、どんな形で応援をするんですか。そうですね、今やってるのが高校生の、生徒さんが中心になって、はい、町の美化活動というのをやってるんですけど、そういったのを通して、支援とか応援とかしてますね。でこれをすることによって若い時代から、まあ、高校の時代からですね、企業のことを知ってもらうことによって、うん、例えば、県外に大学で出た場合、はい、その後にあやっぱり福山いいよな好きだなっていうことで帰ってくれる、はい、そういった、きっかけにしたいと思ってまして、ただ、そのきっかけを作ったとしても帰れる場所がなかったらいけないので、そういったのをこういったあの BWIZ の会を通じて、はい、参加していただいている企業がどんどんそういうふうに U ターンを受け入れるようになっていけばいいなということで、はい、それを頑張っております。あ、いいですね。ぜひそういう意味ではどんな魅力的な仕事があるかっていうのも、ね、はい、知らせてほしいなと思いますし、はい、もう一つこれ提案したいんですけど、はい、私福山市にずっと言ってるんですけど、はい、高校生卒業するときに、はい、福山の企業から、はい、もしくは福山市から連絡できるように、はい、みんなにこの LINE のアカウントで友達になってね、はい、みたいなやってほしいと思って、なんでかっていうと町離れた瞬間に町の情報って一気に入ってこなくなっちゃうんですよ。そうですね。こんな祭りありますとか、うん、こんなことで福山がニュースになりましたとか、はい、でロケ地になったとか、はい、いや実は就職のフェアがありますよとか、うん、なんかそういうのが大学生に情報があるだけで帰りたくなるチャンスがあるのかなと、はいはい、あると思います。はい、そういったのを今つなげ始めるように、はい、Facebook であるとか LINE のグループを今作成中でもあります。来てますね、はい、ぜひやってください。はい、そうすると、ね、情報が来るだけで帰るきっかけになるんで、はい、あ、そうですね、はい、やっていただきたいと思いますが、でもそうするとこう町をとのつながりをってなると、はい、やっぱりこう県とか市のバックアップ、はいはい、こういうのも今あるんですか。はい、ございます。福山市であれば産業振興課、そして福祉総務課、こちらの方がバックアップしてくださいまして、駅前商店街の役員さんを紹介していただいたりとか、はい、であとは、福祉総務課の方は婚活を頑張ってらっしゃいますので共同でやってたりとかですね、はい、広島県の方は、広サポというのがございまして、まあ、通称恋の輪と呼ばれてるんですけど、そちらの方広島では結構果敢にやられてるんですけど、ビンゴ地方まだまだなですので、これから一緒に盛り上げていこうということで、はい、まあ、私たちも協力するし、あと広島県もバックアップするよということでおっしゃっていただいてますので、いいですね、ちゃんとサポートしてますということなんですけど、でもだから結構駅前を中心にやってるんですね、はい、今はそうですね、将来的には BWIZ というのは B がそのビンゴ地方というのも含めてますし、バラというのも含めてるんですけど、はい、そういうことなので、まあ、小さな駅前だけじゃなくて、その福山であるとかビンゴ地方であるとか、さらにもっともっと大きな展開を考えております。いいですよね。もう実際に過去もなんかリーチでやったりとか、はい、あ、そうです、やってますもんね。はい、
本当に中福山りんご県域って、はい、街中から30分圏内で自然があるってすごい実は魅力的そうですねなんですけど、はい、大学生も含めて意外と遊びに行ったことがないとか、はい、遊び方が分かんないっていうのがもったいないなと思うんで、そうですね、ぜひどんどん連れ出してもらって、はい、外に出る機会作れるといいですよね。そうですね、遊びに出るっていう機会チャンスっていうのをどんどん増やしたいなと思ってて、そういったのを、まあ、いつどこで何をやってるっていうのをどんどんこう皆さんに知ってもらおうと思って、それも含めて活動しています。というわけで今ガンガン活動してますけど、今後のビジョンってありますか？はい、BWIZ はですね、まあ、発起会社で行っている小さな子どもたちへものづくり の楽しさですねを教えるメスナ活動の技版、これから始まって学生をが中心に行っている町の活性化の支援、それに合わせ社会人そして企業そして町が一つになれる大の場を提供するだけじゃなくて、参加企業、福山市の医師会や保育教育機関と連携して、人と人が出会った後の、出産学業就職老後そしてまた出産、この、大きな流れ巡りと私は呼んでるんですけど、これからもこれを大切にしていきたいと思っています。こう巡るっていう、はい、人生もそうですし、はい、縁もこう巡っていくっていう、はい、作るんだということですね、はい、いいですね、作ってほしいですね。そうです。でここに、はい、企業単位とおっしゃったじゃないですか、はい、ですから参加したいと思われる方は、はい、どうしたらいいんですか？どうしたらいいですか？はい、まずは私キャステムの田村と申しますので、こちらの方にご連絡いただきまして、また資料そして入会申込書をお送りいたします。でその後にその入会申込書を送り返していただくだけで入会できますので。できちゃうんですね。はい、おすごい、あっさり。キャステムの会社に電話していいんですか？そうです。田村さんいますかって言って、はい、BWIZ の田村さん、はい、それかフェイスブックページがあるんでしたっけ？はい、フェイスブックのページがございますので、そちらの方にメッセージを送りいただいても結構です。はい、女性とするとですね、はい、安心なのは企業単位だということで保証があるなっていうことと、はい、それからなんか絶対にカップリングさせられるんだっていうのがない、もしかして誰も選ばれなきゃかもしれ選ばれないかもしれないとか、そのドキドキ感が何もないじゃないですか、はい、あとは皆さんで自由にどうぞみたいな。そうですね、でしょ、はい、あれいいですよね。プレッシャーがないっていう、はい、そうです、そうです。男性もそうじゃないですか？そうですね、やっぱり絶対なんかカップルになんなきゃいけないってなっちゃうと、はい、で選ばれなかったらどうしようみたいなありますからね一人に集中したりとか。そうですよねそういうなんか、ね、はい、疎外感がない。そうですね、気軽にお越しいただいて、まずは出会うっていうのをテーマにしてますので、出会うためにそういったのを気楽にしております。はい、ということですから、いいことだらけです、ね、はい、気になった会社の方は、はい、ぜひ会社の方に相談していただいて、ちょっと登録したいわって言ってください、はい、じゃあ田村さん頑張ってください、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。今夜のゲストは BWIZ 会長田村明宏さんでした。どうですか？どうですかね、その私に言うんだけど、いやでもすごいですよね、会社に勤めながら、まあ、ある種2枚目の名刺を持って BWIZ っていうで地域をやるんだっていう、今その政府の方でも副業いいじゃないかみたいなこと言ってるんですけど、その会社もやりながら NPO もやるとか、こういう活動をやるっていうのが、まあ、幅も広がっていくし地域も盛り上がっていくっていう形なので、なんかどんどんそういう取り組みを聞いた中でですね、BWIZ 参加したいでもいいですし、それ以外に私たちもこういうことやりたかったよねっていう人たちがどん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 立ち上がってくれるといいなと思ってます。まさに話を聞いてると福の山、福山にぴったりです ね、幸せあふれてます。ハッピーがあふれるように、はい、祈っております。それでは今夜もお相手は小林美恵とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産、金戸22の提供でお送りしました。